では椅子に腰掛けて、両足全部を一緒にくっつけてください。膝からつま先まで。両足のつま先を一緒に左右に動かしてください。足はずっと一緒にくっついたままで、かかとがこの動きの中心になります。つま先で円弧を描きます。床で左右に滑らせて。この動きは主にどの関節で起きています？一番強く働いている筋肉はどの辺にあります？やめて休んでください。今度はつま先の代わりに、かかとを床の上で左右に動かしてください。中心は今度はつま先になります。今は一番稼働している筋肉はどこら辺でしょう？やめて休みましょう。最後の動きになります。つま先とかかとをお互いに逆の方向へ滑らせてください。今やった2つの動きのコンビネーションですね。動きの中心はだいたい足の中心にあるはずです。やめて休みましょう。立ち上がってちょっと歩いてみてください。このレッスンがあなたにどんな影響を与えたでしょう。つま先を開いて歩いてみてください。どうもありがとう。